八賀村は、かつて、広島県秋郡に存在した村である。明治22年の町村政発足により設置され、昭和4年4月1日、広島市に編入合併して消滅した。八賀は、八賀、八賀とも書き、鎌倉時代以来の古い地名である。和名称に見える、駅下に否定し、古代の駅の所在地とする説もある。室町時代には、 秋国主後の武田氏の支配下にあり、天文十年、大内氏が銀山城を攻撃し武田氏を滅ぼした際、大内軍が武田方である白石攻略のため屋が中山、小長三村の境界にある峠を通り、それが大内越峠の由来になったと言われる。この後、矢川、大田川川口の戸坂、牛田と共に、大内氏から毛利元成に委ねられ、水軍の拠点として、 毛利氏重心の小玉市、野木市にずつれた。近世初期の矢賀村では、村の南端である岩花の先に、広島湾が広がっていたが、次第に、東部、南部の干潟が干拓されて、深海地となり、高地が拡大した。この深海地は、矢賀深海、ついでかにや深海と称され、非常に紛らわしいが後に、広島城下に属し、矢ガ村と呼ばれるようになった。 さらに、元六年間、ヤ賀新海の東に、大津新海が造成されると、従来大内越峠を通っていた、西国街道は、岩花の南側を通るルートに変更され、岩花には、城下町の東端を示す大門が設置、ヤ賀村は、陸上交通の用地となった。広島城下、ヤ賀村は1882年広島国属死市政、施行により、広島市に編入された。 現在の南区個人町地区、蟹ア地区、東駅町などに相当する。明治22年の町村政発足により、秋郡、八賀村が設置され、大正4年には、芸美鉄道が開通、昭和4年、八賀駅が開業した。国道2号近くでは、人家が密集、村民の約半数は農業に従事しており、残りは商工業及び、広島市内などに通勤する。 給料生活者であった。そして1929年の広島市編入に至る。近世以来の、ヤガ村がそのまま、町村制による、ヤガ村へと移行したため、大技は編成されなかったが、比較的大きな集落の名として、神祖、四浜、中組、下組がある。現在の八賀駅、広島市への編入合併直前に開業。ありがとうございます。